みんな、いただけ。はい、こりゃ。さあ。くそ、前半から圧倒してやりたかったの。似た、守りのち、だから。はい、チームがかっけーだ。じゃあ、俺のスピードなら、そしてパス、いや、ならば。でも、おいに、とにかくやる。後半戦キックオフ。川田君、パスを出します。長野君、ここで止めた。伊沢君、ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。西尾君、激しいタックル。杉君、シュートを放った。一条君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ドリブルと見せかけてパス。すら奇数君、ゴール前に持ち込んだ。シュートだ。一条君、これは手出しできない。あっと、奪い返した。南君、激しいタックル。伊沢君、センターラインを越えて攻め込む。ストレ、頭とぶつかっていった。ここは抜かせません。岩見くん、センターラインを越えて攻め込む。まだかわす。なに、パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ボールを奪った。おはこのヒールリフトだ。横にかわして突破。岸田くん、ボールを狙うも届かない。あっと、奪い返した。稲見くん、ここは抜かせません。チャンスが決まった。パス、これは通った。ここに、これは最悪がバッチリだったぞ。外してしまった。おいおい、お前はつば、そんなこ、分かっても、これが南葛に。浦部、どうい、分からん。でも浦部、南葛、ゴールキックで仕切り直します。ふぅ、パスを出します。おっと、攻守交代だ。みんなへ、早くのシュート。ゴールを捉えるか。ボールはまだ生きている。高杉君、このボールを拾います。大友、コーナーからどう狙ってくるか。どちらが先に触れるか。あっと、この位置でバスケット。いけ。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。ニッタ、ニッタ君、もらった。ロングパスを送る。おっといた。それチャージが決まった。あと、ドリブルを見送る。滝君、ここからチャンスを作れるか。西尾君、このパスをカットします。翼君、ここは抜かせません。あっと、奪い返した。岩見君、ここは抜かせません。杉君、ゴールを狙う。体ごとぶつかっていった。杉君、横にかわしていった。一条君、懸命に勝ち出した。決めるか。川田君、ボールを蹴り出します。それ行け。滝君、センターラインを越えて攻め込む。岩見君、狙いすましたパスを送る。ここから一気に攻め込みたいところ。杉君、シュートを放った。空高くで火花を散らす。中山君、ボールを蹴り出した。ドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。行け。
イソト君ゴール前に持ち込んだ。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。セナタ君、激しいタックル。ドリブルでボールを弾む。体ごとぶつかっていった。パスを出します。ニタ君、激しいタックル。タカミ君、ここは抜かせません。ドリブルで抜き去る。ノラ君、ここは抜かせません。それはパスを出した。ウラベ君、ボールを奪った。ここしかない。ノートラップランニングボレー。早めたシュート。外してしまった。ニッタのこのシュート、さあこのままでは。南葛、ゴール前からどう展開していくか。ここで止めた。ドリブルでボールを運ぶ。このパスをトラップ。高杉くん、激しいタックル。そらよ、横をすり抜けた。片見くん、このスライディングが決まった。かばして振り切った。翼くん、激しいタックル。ボールがタッチを割りました。大友、ここでスローインを得ました。中山くん、ロングスローできた。パスを受けた、はい、吉川くん、パスを回す。かわして振り切った。南くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。吉川くん、ここは抜かせません。中尾君、素早く横にかわす。平岡君、ここからチャンスを作れるか。石崎君、激しいタックル。浦部君、ここは抜かせません。鋭いスライディング。飯沢君、パスを出します。いけ。長野君、パスを回す。木杉君、センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。チャージが決まった。大友、これはコースの連携を一段と高めてきました。翼君、ゴールを狙う。さあこの位置で受けた。飯沢君、シュートだ。西尾君、パスを出します。でかい。岸田君、ここはパスを出した。チャージが決まった。ここで後半終了の笛。前後半60。全国中学生。ちくしょう。P、そんなことを言っ、この PK を取って、こんなところ。くそ。いいんだ、ニタ。いいか、みんな。全国大。責任重大な一番手として登場です。翼くん、俺たちの闘志を見たか。重要な一番手を担います。さあ飛んだ。森崎くん、横に飛んだ。狙い、俺はまだまだ上を目指すんだ。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。狙いすましたシュートで1本。どうだ、見たか。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。さあどうだ。狙いすまし た。これが俺の意地だ。
ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。いけ！このシュートを決めてきた！ドリブルだけじゃないんだぜ！ペナルティースポットに向かって、ゆっくりと歩を進めます。さあ、どうだ！岸田君、鮮やかに決めたぞ！ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。狙いすましたシュートでゴール決めたぞ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。これはどうだ。このシュートを決めてよっしゃ。この重要な5番手のキッカーを任されました。鮮やかにゴールを決めました。5番手の大役を担い、ペナルティースポットへと向かいます。これはどうだ。西尾くん、やったやったぞ。ゴールを決めました。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これは止めるぞ。キーパー止められない。俺も守るだけじゃないんだぜ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。これはどうか。狙いすました。決まった。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうか。これは止めるぞ。キーパー止められない。へへ、マグネなんて言わせないぞ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。トップだ。中山くん、鮮やかにやった。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。トップだ。鮮やかにゴールを決めました。決まったんだ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。このシュートを見たか。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。これはどうか。一条くん、横に飛んだ。狙いすました。やった。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。さあどうだ。狙いすました。やってやったぞ。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。狙いすましたシュート。やったぞ。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。さあどうだ。森田君、このシュートを正面から受け止める。やったね。このシュートを決めてきた。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。これは狙ってきた。狙いすましたシュート。見たか。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。これはどうだ。鮮やかにゴール。決まった。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。これはどうか。これは見事にキャッチ。ここで決めることができれば勝利が決定します。白熱の決勝戦、 PK 戦を南葛市